ベアルン。ベアルンは、フランス発の航空母艦。この空母の母体は、第一次世界大戦中に建造を停止した、未完成ちょうど戦艦ノルマンディー級の5番艦であり、ワシントン海軍軍縮条約によって空母への、改装を行ったものである。名の由来は、当時スペインとの国境地帯にあったベアルン州、現在のピレネーアトランティック県から。 戦艦として寄港されたベアルンは第一次大戦後にワシントン海軍軍縮条約が締結されたため解体発棄されるはずであった。しかし建造途中の本艦を航空母艦へと改装して保有することが条約認められたため1923年8月1日よりベアルンは航空母艦へと改装されることとなった。同様の例として日本の赤城、加賀、 アメリカの歴史シントンが該当する。なお、条約によりフランスは6万トンの空母保有が認められていたため、英独海軍協定によって、ドイツが空母保有枠を獲得た後、ジョッフル級2隻が寄港されたが、第二次世界大戦の勃発によって、完成には至らなかった。元来が低速な戦艦であり、全幅の広い戦隊形状であったことから拘束が出しにくい。 さらに、航空母艦への解説掲示に、第一次世界大戦の戦訓により、航続距離を伸ばすため、本来の設計では全てタービン4機4、軸推進から、そのうち2機を低速巡用時に、燃費の良い3段膨張式4機とレシプロ機関2機に変更した。このために関西機の大型化に伴う発艦時に、必要となる速力が足らなくなった。しかし、フランス海軍は、 本館の解説計前に水上規模艦で得られたアイディアを参考にしながら独自の優れたアイディアをいくつか投入した。これらのアイディアのいくつかは各国にも同様に見られ、現代に残された。設計年次が古いために旧世代な設計も見られる。右予曲折を経て完成した本館の飛行館班長は、 縦176.8メートル幅21.38メートル。上面から見て3機の横長のエレベーターを飛行甲板の全部、中部、後部に1機ずつ設けた。このエレベーターはすべて形が違っていた。竣工直後の着艦制動装置はフランス独自の工作横張り式の着艦制動装置を装備していた。当時、イギリス海軍に採用されていた。 工作縦張り式よりも安全に着艦でき、後に世界各国の航空母艦が同形式を採用したことからも本艦の先進性が伺える。飛行艦板の下には密閉型の格納庫が設けられており、格納庫には40機が搭載できたが一部の機は分解して収納する必要があった。このため、艦載機をすべて使用するときは、艦板上に分解してある部品を台車で運んでから、 組み立てる必要があった。本館から採用された島型環境、アイランドの構成は、飛行甲板の邪魔にならないように、右舷側に張り出しを設け、そこに配置されていた。張り出しの基部には前日の海水利用の倍園軽減装置が組み込まれており、さらに煙時冷却用のスリットが設けられていた。この基部の上に全部に箱型の環境を基部として、 簡素な短脚式のマスと大煙突型の煙突を組み込む先進的な構成となっている。その一方で水蒸気運用のためのグースネック型クレーンが後ろ向きに一機配置されており、関西機の積み込みや関西艇の運用にも使用されていた。関西艇は原則部に2本一組のボートガビットを置き、平時は必要分をこれに吊るした。さらに、 船体後部にもこのボートダビットを片弦3組ずつ計6組を配置し艦載艇を釣っていた。原則の前後部には主砲のモデル 1925.5cm50 口径速射砲が原則系スメート配置で片弦4機ずつ計8機が配置されていた。この時期から大型艦を中心に広角砲の搭載が始まっており本艦にも モデル 19277.5cm60 口径広角砲が砲弾の断片防御程度の棒立てをかぶせられた上で全部ケースメイト後方の原則部に前向きに片原に傷つと飛行甲板後部に後ろ向きに1機の計6機が装備されている。これらの広角砲は1935年に配置を変更せず新型のモデルズ 192710cm 45、後継広角砲6機に更新された。船体中央部に、モデル 19333.7cm、50後継機関砲が、連装砲がで、片面2機ずつ、計4機配置されている。他に、上部構造物上に、モデル 192913.2mm、76後継機銃が、単装砲がで16丁装備されていた。 このほか対艦攻撃用として、船体の水面下に 55cm 魚雷発射管を単装で、片面に傷つ、軽4機を配置していた。手法は、新設計のモデル 19215.5cm50 口径速射砲を採用した。方針は、当時の最新技術である、直金型方針を採用し、製造に、いち早く成功したものである。 砲の旋回、不要動力は、フランス軍艦伝統の電動方式を採用しており、竣工当時から、環境の上部に射撃砲位板が取り付けられ、砲位板管制による効果的な射撃が可能になった。その性能は、重量 56.5kg の砲弾を行角40度で25000メートルまで届かせることができた。不要能力は、行角40度、深角5度で、 旋回角度は140度の旋回角度を持つ。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分3から5発であった。他に、対空兵装として、モデル 19277.5cm、60口径広角砲が採用された。この砲は、ロングセラーで、続く、シュフラン級と、戦里巡洋艦にも搭載された。その性能は、 重量 5.93kg の砲弾を行角40度で 14,100m まで、最大行角90度で高度 8,000m まで届かせることができた。方針の不行能力は行角90度、深く10度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は 人力装填のため毎分8から15発であった。これらは後に、モデルズ 192710cm45 後継広角砲へと換装された。この方針の不行能力は、行角85度、深く10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、これも実際は射程物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は、 人力装填のため毎分10発であった。他に近接対空火器として落ちキし社製のモデル 19333.7cm50 口径機関砲が採用された。その性能は重量 0.725kg の砲弾を行革45度で 7175m まで、最大行革80度で高度 5000m まで届かせることができた。 方針の不行能力は、行角80度、深く15度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は気力装填のため毎分30から42発であった。これを連装砲画で4機を搭載した。他に同じくオチキス社の、モデル 76口径機銃が単装砲画で4丁が乗せられた。対空武装がおとなしめに感じられるが、本級が竣工した時代はまだ航空攻撃が確立していないため、設計に盛り込まれていないという背景がある。空母への改装が検討された1920年、パイロットのポールテスト少佐がフランス海軍史上初めて臨時に設営されたモックアップではあったが、 甲板パン上への離着陸を成功させた。ベアルンは、竣工後に、欧州最新鋭の航空母艦として運用されていた。当初は、搭載機の多くが服用機であったために低速な母艦でも、離着艦できた。しかし、ベアルンの性能は、次第に航空機の大型化、重量化などの進化に対応できなくなった。そこで本艦の使用実績を踏まえて設計された。 ジョフル級に一戦を譲り、本艦は航空機輸送や戦時の戦団護衛に使用することとされた。この経緯から本艦はジョフル級の収益まで逆に一戦に止まることが確実となる。第二次世界大戦開戦後、ドイツはドイッチュラント級走交換による通称破壊戦を開始。ベアルンはそれに対応する英仏海軍部隊の一つ、部隊に属して、 ドイツ艦の捜索に当たった。1940年6月15日、アメリカへ発注した航空機の輸送のためハリファックスに入港。カーチス SBC-4 爆撃機や、カーチス H75A-4 戦闘機などを搭載し、6月16日に巡洋艦、ジャンヌ・ダルクと共に出港た。だが、ドイツ軍進行後のフランス本国の状況により、 マルティニークへ行き先を変え、27日に到着。同地で搭載していた航空機は陸上に移され、結局スクラップとなった。6月22日には独仏急戦協定が締結されている。ベアルンなどはマルティニークで抑留され、1943年6月30日に自由フランス軍に編入された。低速なベアルンは航空機運搬艦とされることとなり、 ニューオーリンズのトット造船所で改装工事が行われた。以後は航空機の輸送に従事したとされる。戦後は1946年までフランス領インドシナで輸送任務に従事した。1945年12月にはシンガポールからインドシナまで上陸用、終定20隻を運んだほか、1946年3月の ハイフォン上陸作戦では零式水上札機などを輸送している。その後は通論で経由され教育訓練艦、潜水艦乗員宿泊艦等として使用され、1967年に除籍。イタリアで解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。